鈴木真一は、幕末、明治時代の写真家。弟子の岡田慶造に二代目、鈴木真一の名前を継がせた後は、鈴木誠と名乗っている。1835年4月、伊豆国鴨群岩寺の高橋家に生まれる。20歳で、下田の鈴木慶婿に入り、1866年、横浜に出て、下岡連城に支持する。 独立して1874年に、横浜弁天通りに、鈴木新一写真館を開業した後、岡田経営像に二代目、鈴木新一を名乗らせる。やがて評判を呼び、区内省の注文を受けて、公共内に出入りを許された。また、女性写真師を養成する学校を作っている。写真合成の技術開発のほか、十数年にわたる研究の末、 当時期に写真を焼き付けることに成功、着色写真と合わせて輸出港横浜を訪れる外国人客の人気を博した。鈴木は弟子の岡本慶三を婿養子用紙にすると二代新一を継がせ、1878年に東京の球団下に支店を出させる。横浜の店は1884年に正子町一丁目に移し、 新築のモダンな洋風建築で息子の金次郎と外国人客相手の営業と国内の顧客を拡大した。岡田の働きもあり1889年に区内省御用係として採用され、営業交代号、証券交合の肖像写真を撮るため皇居内に写真室を建てるよう進めて認められている。1918年12月死去。 女子美術学校の写真学科増設に賛同したものの、計画が見送られたため、1902年に弟子の河村雄二と共に、牛込西五軒町に女子写真練習所を設立した。明治期において、同校は女性に写真術を教える唯一の教育機関であり、女子写真学校とも通称された。二年生の本科の入学資格は尋常小学校を、 卒業した満14歳以上とし、写真技術の他に普通科の授業も履修、また経験者対象の研究科や2ヶ月修了の促成科のほかまとまった通学時間が取れない場合の随意化が用意された。月謝は1円、その他実費が2、3円かかるところ、経済的に苦しい学生対象に、小学制度を設けること、写真館の就職には修正の技術者が求められ、 女性の雇用が期待できると、鈴木たちの学校を紹介した弊社は述べている。女子の入学者が少なかったため、男子の入学も認められた。エビー森重和夫、第33回、鈴木新一その4、幕末、明治の写真誌列伝、日本カメラ財団。 h t t p w w w j c i i c a m e r a o r j p スラッシュビジネスラッシュ pdf スラッシュフォトグラファーバイグロフィスん1 3 p d f 個写真撮影東京日日新聞 ABC 編集者国木田ドッポの時代黒岩久子角川学芸出版2007 p275 から 276abc 写真誌、新鮮女子就業案内府名家炭素菅原賀良、編、便利道東京1906年88から91ページ2018年6月16日閲覧ありがとうございます